汚れた土地。どんなに見た目をきれいにしても、人間には消せない汚れがある。私がアルバイトをしていた場所は、漂う空気があまり良くない地域にあった。それがどんなものかと聞かれても、感覚なので何と答えればいいかわからないが、良くない場所特有の暗く冷たい感じがする。寒い時期の霧が体にまとわりつくような感じ。思わず息を止めたくなるような鼻につく匂いがする。誰もいないのに、どこからともなく囁くような声が聞こえる。そんな場所だ。私は常に人ならざるものが見えるわけではない。それなのに、アルバイト先へ行くと感度が良くなるのか、やたらとよく見えるようになった。いつもは見えたとしても、色がついた影のように見えることが多いが、生きている人間と区別がつかないくらい、はっきりと見えるのだ。そして不思議なことに、影響を受けるのは私だけではなかった。全く霊感のない人たちは、人ならざる者がいても認識できないので怖がらない。しかし私が働いていた店では、バイト仲間たちも何度も怪奇現象に遭っているようで、皆が怯えている状態だった。しかも長く働いている人ほど波長が合ってくるのか、店の中にいる気配の強いものが見えてしまった人もいた。普通ならそんなことはありえないので、やはり私が働いていた焼肉屋は特殊な場所なのだと思う。店の隣に住んでいる大家さんに聞いた話では、焼肉屋ができるまでは店が次々と変わっていたそうだ。店舗がコロコロと変わる場所は、いわくつきの場所も多い。近所のお年寄りに話を聞くと、大体良くない話をしてくれる。今の店ができる前は、そこはおもちゃ屋で、夜になると白い影が歩き回り、幽霊が出るという、この辺りでは有名な心霊スポットだったらしい。目撃者も大勢いるということだったが、それはとても珍しいことだ。私は、本当に見える人にはあまり出会ったことがない。それなのに、大勢に目撃されているのが異常なのだ。たとえ霊感が強くても、見え方は人によって違うらしい。力の強い霊だけが見える人。妖精のようなものだけが見える人。自分に関わりのあるものだけが見える人。ある場所でだけ見えるという人もいるらしい。確かに私の友人にも霊感はないが、たった一種類の妖怪みたいなものだけが見えた人がいる。心霊スポットになる場所は、霊感がない人でも見えやすくなる場所なのかもしれない。霊力が上がる場所のようなものだろうか。そして異常なのは焼肉屋だけではない。店の右側の交差点にはいつも何かがいた。本当は通りたくなかったが、そこを通らないとバイト先には行けない。私はなるべく周囲を見ないようにして、その交差点を通っていた。一番多く見かけたのは、黒っぽいワンピースを着た女性だ。彼女はあまり動かずに、じっと道路の反対側を見つめている。まるで誰かが来るのを待っているみたいだ。緊張しているのか、背筋をピンと伸ばしていて、待ち人が来たら、そのまま走り出してしまいそうな気がした。彼女が霊体となってそこにいるということは、
もしかすると町人とは会えなかったのかもしれない。交差点には何度も横断歩道を行ったり来たりする小学一年生くらいの男の子もいて、そこで事故があったことを連想させた。一度だけ見えるのは、ただそこに眠る記憶の場合もあるが、何度も見えるのは、そこに人ならざる者がいるからだ。たとえ見えたとしても、私たちは、あの世の者には関わってはいけない。悲しい出来事があったのはわかっているのに、見えないふりをして信号待ちをするのが嫌だった。子供が見えてしまうと、やはり辛くなる。そして交差点の近くには中華の店があったが、そこも幽霊が出ると有名な店で、夜中に写真を撮っている人を見かけたことがある。私もバイト仲間に誘われて、一緒に行ったことがあり、確かに店の中で人影が動いているのが見えた。何かがいるのは確かだ。ただ心霊写真を撮ると張り切っていたバイト仲間は、全く霊感がない人だったので、写真を撮っても何も写らない。いくらそこに何かがいたとしても、霊感が全くない人には、映すことはできないのだ。そして予想通り、私も写真を撮れとカメラを渡されたが、それは全力で断った。私が写真を撮ると、撮ったうちの半分くらいは他人に見せられないものが映り込んでしまうからだ。店の近くには大きな交差点もあって、そこには何度も事故が起こる横断歩道がある。バイト中もパトカーや救急車のサイレンの音を何度も聞いた。その交差点はとても広く、遮るものは何もない。別に見通しが悪いわけではないのに、なぜか事故が起こるのだ。特に多いのは自転車が車にひかれる事故で、亡くなった人が何人もいる。何かがいるというよりも、私にはその交差点全体が黒い幕で覆われているように見えていたので、そのせいなのかもしれない。おそらく霊感がない人でも見えづらくなっているのだと思う。交差点に面している石材店には何度も車が突っ込んだ。見通しはいいのに、なんで突っ込まれるんだろうな。意味がわからないよ。もしかして、呪われているのかな。石材店の店長はいつもぼやいていた。何度も引き殺されそうになれば、愚痴をこぼしたくもなるだろう。店の近くには、生きている人間よりも、人ならざる者たちの方が圧倒的に数が多い病院がある。とても古い病院で、待合の椅子に座っていると、周りには誰もいないはずなのに、ギシッと音がする。そして何かが腕に触れてきた。隣の席に何か大きなものがいるのはわかるが、目を凝らしても何も見えない。入り口の自動ドアも誰もいないのに何度も開く。しかし誰も気にしていなかったので、きっといつものことなのだろう。病院の2階へ行く階段の前を通ると、胸のあたりを押さえて立ったり座ったりを繰り返している男性がいた。胸が苦しくて、人を呼ぼうかどうしようか。と迷っているような、そんな感じだ。男性を見ていると、なんとなく、そこで亡くなったのかな、と思った。とても古い病院だったので、
長い歴史の中でいろんなことがあったのは想像できるが、それにしても多い気がする。病院には人ならざるものを引き寄せる力でもあるのだろうか。そして病院に行ったはずなのに、私は余計に体調が悪くなった。病気ではなく、間違いなく霊障だ。店の近くには大きな川が流れている。その川は流れが緩やかで、普段は水量もそんなに多くはない。浅瀬では小さな子供たちが遊ぶ姿をよく見かけるが、私は初めて近くを通った時から、その川に妙な雰囲気を感じていた。川の中を見つめていると、大きな蛇のようなものが、ゆっくりと動いているような気配を感じるのだ。しかし、目に見えているわけではない。そして暗くなって、雷が鳴っているような嫌な気配を感じた後に、大雨が降り続いたことがあった。川は氾濫して、避難を呼びかける警報が鳴り響き、バイト中だった私たちは家へ帰された。川はそれまでにも何度も氾濫していて、人や車が流されたことがあると聞いた。行方不明になって、遠くの海で見つかった人もいるらしい。一度だけ大雨の時に川のそばを通ったことがあるが、普段の川からは想像ができないくらい荒れ狂っていた。台風が来ると海岸に大波が打ち寄せられる様子がテレビで流れるが、それと同じくらいの勢いで水をかぶってしまった私は恐怖を感じた。私は車に乗って橋の上にいたが、もし車ではなくバイクだったら、そのまま川に飲み込まれていたかもしれない。ただの自然現象というよりは、何かの災いのようで、私は恐ろしいはずなのに、なぜか川の方へ行きたくなってしまった。もしそれが、見えない何かに呼ばれていたのだとすれば、何度か気配を感じたことがある、あの大きな蛇のようなもののせいなのかもしれない。そしてそんな場所でアルバイトをしていた私には、いつも気になっていることがあった。それは周辺の匂いだ。私が住んでいる地域では、免許を取ると練習も兼ねていく牧場がある。私も免許を取った時には、友人たちと一緒に行った場所だ。牧場には広い牛小屋があり、牛と触れ合う体験ができる。飲食店もあり、休日は多くの人で賑わう場所だ。そこの匂いと似ている気がした。アルバイト先の周辺は、晴れていても雨上がりの曇天のような雰囲気で、なんとなくくぼんだ感じのする場所だった。そしてそのくぼみに、臭い匂いが溜まっているような感じがするのだ。あまりにもひどい匂いに耐えきれなくなった私は、一緒に外掃除をしていたバイト仲間に相談したことがある。外に出ると本当に臭いよね。全然慣れないよ。するとバイト仲間は、何が？ラーメンの匂い？と不思議そうな顔をした。確かに近くのラーメン屋の匂いもしていたが、それをかき消すほどのきつい匂いが漂っている。私なら、たとえ鼻が詰まっていたとしても気づくだろう。私は彼が本当にわかっていないのかを確かめるために、担当直入に聞いてみた。牛小屋みたいな臭い匂いがするでしょ？何の匂いかはっきりと伝えたら、もちろん彼もわかると思ったのだ。しかし彼は、牛小屋？
ラーメンは豚じゃないの？と眉間にシワを寄せた。やはり彼には食べ物の匂いしかしていないようだ。怪訝な表情で私の顔を見る彼に、それ以上何を言っても無駄な気がしたので、私は何でもないと言って掃除に戻った。そこから数日が過ぎたある日、バイト終わりに数人で食事をしていると、いつの間にか夜中の2時を過ぎていたことがあった。店の外に出ると、もう周りの飲食店は閉まっている。もちろん食べ物の匂いはしていなかったので、私はその場にいたバイト仲間たちに聞いた。ねえ、この辺りって、牛小屋みたいな匂いがするよね。食べ物の匂いがしない今なら、この匂いに気づいてもらえるだろうと思ったのだ。しかしバイト仲間たちは、牛小屋の匂いなんてしないよ。車の排気ガスの匂いと間違えてるんじゃないの？と笑うだけだった。確かに店の目の前は交通量が多い道路だ。しかし、排気ガスの匂いがどんな匂いかはわかっている。なんか納得いかないな、と思いながら、その後はもう何も言わなかった。そしてその頃から、何かがおかしいとも思い始めた。あまりにひどい匂いだったので、もちろん近くに発生源があって、誰もがわかるものだと思い込んでいたが、もしかするとそうではなかったのかもしれない。ある日の外掃除中、店の裏に住んでいるおじいさんと出会った。おじいさんは生まれてからずっと店の裏に住んでいて、近所の噂話は全部知っているような物知りだ。私はそのおじいさんなら、牛小屋の匂いがする理由を知っているかもしれないと思い尋ねた。店に来ると、いつも牛小屋みたいな匂いがして、鼻が痛いんだよね。でもみんなは、そんな匂いはしないって言うんだ。この辺に、牛を飼っているところはある？するとおじいさんは、少し間を空けてから、昔この辺りには大規模な屠殺場があったらしいよ。牛もやっぱり恨みがあったのかね。そう物憂げな表情でつぶやいた。屠殺場とは、牛や豚、鶏などの家畜を殺して解体し、食肉に加工する施設のことだ。店に行けば当たり前のように肉が並んでいて、何も考えずに食べているが、その裏では、たくさんの動物たちが犠牲になっている。嗅覚が鋭い動物たちは、自分が今からどんな目に遭うのかを、分かっていただろう。恨んでいて、当然だ。今は広い通り沿いに、飲食店やドラッグストアなどが立ち並び、たくさんの人が行き来する賑やかな場所だが、そこは大規模な屠殺場の後に作られた町だった。店の裏の公園にいつも座っているおじいさんは、80歳くらいだ。そのおじいさんが親から聞いた話ということは、少なくとも80年以上前の話なのだろう。それだけの年月が過ぎ去っても、賑やかな町に生まれ変わったとしても、恨みや憎しみは、そう簡単には消えないのだと思う。そしてその思いが、人ならざる者たちを引き寄せ、人間たちに存在を見せつけようとしているように感じる。自分たちの恨みを、決して忘れるな、とでも言っているようだ。私にしかわからない鼻をつく匂いは、
死んでいった動物たちの呪いの匂いなのかもしれない。